チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。滝本仏教堂小林です。榎本です。菅です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日もですね、仏教用語をご説明させていただこうというコーナーでございましてですね、はい、このコーナーもやっぱりちょっとメールが増えてきまして、ありがたいことにちょっとこう人気コーナーになりつつ、はい、で仏教用語なんですけどもね、うん、この世の中にはですね、はい、たくさん言葉がございます。でその中でも仏教と深く関わっている言葉がたくさんありますので、そういう言葉をご説明させていただこうというコーナーでございます。はい、で本日は菅さんの方からご説明させていただこうと。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はどうでしょう。お題目の方はこちら、5つですね、はい、ちょっと見にくいんですけど、どっこいしょ、どっこいしょもそうなんです ね、 ね、大げさ、挨拶、極楽、極楽、ね、極楽往生、修羅場、玄関となっております。はい、まあ、個人的には玄関とか、ね、家の玄関なんでしょうね。まあ、それもね、出たら ね、 まあ、出たらね、はい、ちょっとね、しっかりとシャッフルします、ね。はいはい、最近ちょっとね、やらせ疑惑が出てるから、ちゃんと振っといてください。ちゃんと振り混ぜてますからね。はいはいはい。はい、お願いします。はい。さらに混ぜますね。はい、さらに混ぜてください。さらに混ぜまして。はい。はい。今日は、小林さん。まあ、旬ですね。はい、あ、玄関。あ、そうですね、うん。これちょっと聞きたいなと思って。はい。玄関って、まあ、家のね、入り口の玄関ですかね。そうですね。はい、今となっては、家の入り口の玄関。はい。はい、で、遡ること、はい、鎌倉時代。お、だいぶ遡りますね。はい、今主に禅宗さんですね。はいはい、禅宗さんで用いとったあの仏教語。あ、禅宗さんの中で玄関という言葉が使われる。そうですね。はい、でまずあの玄関の玄という意味なんですけれども、ね、はい、奥深い悟りの境地みたいな。なるほど、うん、奥深いですね。奥深いです。深い悟りの境地。はい、で関いうのが、まあ、はい、入り口。あ、関が入り口なんで、入り口ですね。でいわゆる奥深い悟りの入り口と。そう。なるほどね。奥深い仏教への道の、なるほど、入り口みたいな。なるほどね。あの、まあ、言うたらもうこっから行くぞという。そうですね。なるほどが出ました。はい。なるほど。なるほど出ました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、そのあの言ったらお寺の門なんかも、はいはい、玄関に言うて。言われたみたいで、はい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 、はい、で、まあ、あの今みたいな建物の入り口、そうですね、玄関呼ぶようになったのが、うん、あの江戸時代以降ですね。それ以降はこう、まあ、言ったら簡単な意味合いで玄関を使うようになったわけですね。そうそうそう、普段我々が使うような玄関。はい、そしたら今日は帰る時、玄関開ける時はちょっと思いを込めてあげないといけないからだっていうね。悟りの境地に入っていくわけで、はい、なるほど、まあ、いろんな意味で今日は奥深かったですね。はい、はい、で、あとですね、今こうなるほど出ておりますけれども、こう最近あの結構ね、女性のファンの方からなるほど和尚というふうに名前をいただきまして、この可愛らしいぞということで、これからもあのなるほど和尚も使わさせていただこうかなということになっております。はい、なるほど和尚も滝本仏教堂もまたよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。